ライしに行くと。私です。パトロールしに行く初期。いやほら誰ですかって書いてあるから。あ、そうですね。徳さんが当然ベニマルを。あ、ここはなんかしっかり殺しに行くスタイルですね。楽しみで楽しみで。さあここはしっかり初手ベニマルで浦田くまにあやしていく。あ、こんなん小ジャンプしてりゃええねん。なるほど。いやでも初期さんはウラタクマ結構やってるじゃないですかね。ほらほら、はい、みんな俺のことバカにするけど、ほら捕まったら前入れて C 押すしかねえんだよ。ほら本人いたって書いてない。さすがウラタクマ使いの YD さん。さあここでウラタクマが1本ゲージがたまる。そういった体力リードはベニマルですね。そうで、あっちゃんと置き攻めで取りに行き、おっとここは後転にかけていくが、こうし一発ゲージも溜めつつ来るのはお前だよと。苦しい。ほらほらやっぱりダメじゃん。ここはしっかりめくりをガードして、さあ残り時間は5秒切るぞ。確定ないよ。さあベニマルからだから、まあゲージはあるから中断する。釣りに行く。ここはかなしていく。お、YD さんとお茶さんのオラタク対決みたいですか。お断りします。なるほど。こっちはね、あなたたちと違ってナイフが一つしかないんですよ。あー、なるほどね。え、でもお茶さんのライフ一つなんじゃないですか。そういう問題じゃないんで、俺のライフが一つなのが問題なんだ。ここですか、なるほどね。さあ、これはおっと、ここでワンコンボ決まり。短い余命で何を気にすると。逃げの矢だとコメントが打たれていく。これは裏切りではない、知略だ。お互いになんだかじりじりした戦いで、おレオナの死亡フラグ、やっぱりあの台足ね、打っちゃいたくなるのよね。なるほど。ここは少し勝ってーなー。時間がもう10秒切るところ、どうなる。おっとここはしっかり様、ここでどうする。あやー、ずぶといの通してきて、まくれてはいない。ゲージ貯めてとりあえず次局にもう少し。いいですね、あのベニマルの仲間だけだからゲージ向こうにもたまらずにっていう感じで。 あれはほらダメージ取りに行った選択肢だと思いますよ。なるほど、そうなんですか。でレオナが張り切らないといけないが、ここで真面目な感じ、暴走はしない。お、今の上手く見えたけど、やべえって声聞こえたぞ。ワイディさんと一緒じゃねえから、うまい。さあここはちょっとずつレオナが押してきてるが、ジャンプ D の先端なもんだから、はい、あのバイツで落とすのが非常にやりづらいんですね。なるほど、そういうことなんですね。やや早出しだから、はい、おっ忍び寄る。ここで選択肢としては真面目だな、二人とも。さあ、さて、なんほら、今のもジャンプ D 先端だから。そうですね、しっかりやってきてますね。ああいうはい、これが見たかった。え、この組み合わせ。さあ、ここでお茶さんのシャンフェが見たかった。とんかつさんがシャンフェ対Kダッシュ。これは不利ですよ、普通に不利。ここはしっかりガードして、バーキャン交点する。ここはパナしていく。怒るときはちゃんと怒って。ここは死に投げだったか、今のは。今はうめんだけど。まあゲージは比較的たまんないですけど、自分が回収するためにパイロン3つからいいって打ってもいいので、どっちもどっちじゃないでしょうか。ただ美しかったです。さあここで対象出てきたかすみちゃん。ゆうちゃん2本持ち、シャンフェは3本たまる。3本、確かに下で画面を見よう。さあここからどうなるか。これは基本的にシャンフェ不利だと思われる対決ではあると思いますが、シャンフェが有利なキャラなんて誰だ、ラモンぐらいのもんだよ。ラモンぐらい。なるほど、じゃあごめん適当言った。なるほど。さあ、シーナが当たっていく。ナルフ5部でしょ。ここはガーキャン吐いて、しっかり2段目パイロン。ここは1本ゲージを吐く。さあ、かすみちゃんは体力がオレンジ色だ。しか
し気が…あっ、うめっ、うますぎる。ちゃんと刺していく。はい、終了。あんまり息渋ってると映らないと。あ、なるほど。8時までは一応延長できて、その後は枠をもう30分取ろうかという話が出てきております。なるほど。裏タク対ユリがまず、裏タク不利ね。ユリユリじゃなくて裏タク不利ね。ね、で、でキングレオナはもちろんキングユリじゃん。立ち打ったら、立ち打ったら辛すぎる。ほうほうほう、シャンフェイ・パオは皆さんご存知の通り、シャンフェイガンフリなので、皆さんご存知の通り、もう知ってるの前提でのお話ですが、さあここでユーリが裏タクにボコられている。あ、お前今のしっかり足払い、画面端に追い詰められる。超アッパーで落としづらい程度のタイミングで飛んできましたが、さあこれはちょっとユーリが苦しいぞ。この状況どうするのか。ジャンプ B で潰して D が当たる。バックスカル取って、なぜか続きが出ない。目がごちゃごちゃしてる。すごい、なんですか今の後ろ絵は。さあここでちょっとユリが盛り返してきたが、時間はもう残り10秒を切るというところで、いいスローガード。お茶さんライフもう一個あんの。あ、そんな、お茶さんライフ2ですか。そんなバカな、バカな。もう一個あるふざけるな。謎のライフ。狼を呼べ。狼を呼べ。狼はどっか行っちゃいましたね。さあここでキングが体力を半分にされて、はい、裏タックはゲージが3本。しゃがい前が触ってないのに出ませんでした。これはしっかりスライディングでダメージを取っていく。はい、投げ返す。おっと残念、バキャンしないね。はい、あ、うめうめんだけど、なんであそこで疾風客貯めてんの。素晴らしい。あー、びっくり、おじさんびっくり。すごいですね、さすがですよ。全員来てこれぐらい強いのか。これが裏タグマやった。さあここへ出てくるファオはちょっと苦しいか。これはお、なに、あそこ走るとこなの。とどめじゃ。冒険、はい、前転狩りの位置で、ここはステップ下がる。はい、ガーキャン前転怖いから振り切り。なるほど、毒炎流、俺だったら思考圏だった。ただめじゃ、これがレバテクの差ですわ。超乱曲、かっこいい。余裕見せつける。ここは斜め下 D で峠段で刺していく。さあでもここも子供は体力少ないからゲージが3本ある。俺ならここで祝砲を上げてまず変身するところなんだけど。なるほど。おーって書いて、それが YD スタイルと。シューティングの、シューティング、はい、おーって、あれダッシュ抜けれないよね。抜けれません。これは切ない。厳しいねこれね。どうすんのこれ、飛べと申すか。あー、地味に地味に削っていく、削っていく。ここはちょっと立ち絵で応援戦していこうとするが、これは厳しい。これはもうレオナの小足にパオでエンディン発動出しておくと無理しないといけないんでしょうか。いやでもそれはね、やらないよ、やりたくないよそんな。だからほら、ドット的にあと。いやそりゃそうなんですけどさ。おっ、おっ、あー、そこは発動できずに。切ない今のは。厳しい。ミッキーさん人気者だな。ニコニコの広告がなくなったのかどうかちょっとわからないとのことです。銀座になってわかんないですけど、とりあえず初期さんからはわかんないですっていう投げっぱなしの答えが返ってきましたね。まあまあでもね、いいじゃないかなと。おっと、ここでモノノフさんが登場。よーしよ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 し。自分の出番が増えずに済むと喜ぶ YD さん。さてここでミッキーさんの代理さんがウラロバーとアンディポー。俺はほら、お茶さんのファンだからさ。お茶さんのファンだからさ。そうそうそう、だってこの俺と2キャラ被ってて俺より強い人ってなかなかいねえのよ。そうですね、確かにそれは分かる気がします。ね、もっと長いこと見ていたい。なるほど、もっと長いこと見ていたいということが、そうそうそう、戦ったら俺が勝つ、こういう、いやいや俺より強い人って言ってるでしょ。なるほど、
俺は正直者なんだ。あ、でもこれおじさんとライブあるから別にね、 YD さんが得意で獲得しても、いや、そんなね、そんな無礼なことはできない。無礼なこととな、なるほど。なんかすごい自信があるのかないのかよくわかんねえ返答が来ましたか。あー、またふざけた技が、ほらほらほら、そう、これは苦しい。これはもうね、これはもうね、もう YD とかね、お茶とかそういうの関係なく、はい、それはもう転がるしかないんですわ。これはもうキャラさだと、これ苦しいでしょ。だって小足、そう、ロバの小足でレオナの小足潰しちゃうから。で、そうね、結局ダイヤ足払いで、うわ、あ、そういう、そういうのも好きだよ俺。マイリーさん好きそうですね、うん、そういうのね。じゃあここで裏ロマの残り体力少ないが、ここから攻め立てることはできるか。しっかり足払いさせていく。技の選択はやっぱりさすがですね。アンディ対レオナってどうなんですかね。アンディレオナ、はい、これも比較的アンディの小足トントンって押しとくと小足潰せっから。これはしっかり目つっていて、駒投げにつなげていくが、追撃はできず。さあ、空気を読まずに、なんだっけ、この間ツイッターで見たんですよ、ビフーリーはビーユーリーとか、なんかアンディのプラス3の小足を守ってるところで、レオナもひたすら小足を打っているという。ただあの連打するんじゃなくて BBA ムーンまでちゃんといってるのはさすがですね。意志を感じます。素敵です。ファンです。しっかり下がりながら、うまいですね、ほんと。かっこいいレオナですね、ほんとに。その飛びの位置がやっぱりジャンディの先端なんですよ、ほらほらほら。すごいしっかり触らせていって。ここはゲージは使わない、ね、残り、アンディのジャンプがちょっと緩めで、V スラの的になりやすいけど、とは言ってもね、ワイニーさんもレオナ使っておりましたよ、うん、ちょっとだけね。ダメです、俺ちょっと困るとすぐおーって言っちゃうからダメなんです。ワイニーさん好きですよね、おーっていうのね。さあ、ここに出てくる子供は日本ゲージ、そろそろ3本溜まるところ。あー、そっちじゃねえよ。画面端を詰められて、はい、わざわざシール打つ。あ、足先だけは無敵ですね。いいぞ。あ、日本。日本。墜落。さあ、画面端どうする？ここはボールを投げていくが、AND がかかる。レオナの脆いところが今いくつか見えましたね。ここは OP にゲージを使わずに殺し切りたいところだが。ああ。なあ、ラクが強い。最近のブラウザは何、全裸に見えるようなブラウザがあるんですか。そんなモザイク消すような、そういう、うわ、うまい。しっかり2段、ここはゲージ1本使って、2本か。さあ、画面端どうする。あ、ここはダッシュ前転でも間に合わないが、ああ、ここは出ないですか。ちょっとあれですかね、はいはい、あの、多分マックス2打てるかと思って、あ、ここでコマ投げてます。あー、ダメー。なんでわざわざそんなスタイリッシュに。綺麗だな。ペア、ジャマコさんぐらいになると、はい、うん、ちょっと歩いて遠距離 D で終了みたいな。そうだね。なるほどね。すごいなんかトンカツさんと YD から必死抗議受けてましたが、とりあえず今 2T 側がギルバートさん座りましたね。ギルバートさん、はい、草薙、シンゴ、ネムレス。これは普通です。はい、感覚です。あー、感覚か。今の面白かった。感覚じゃ ない技だったから。とりあえず今キャップ先生はいらっしゃらない状態ですね。このまたワンチャン来るかもしれませんが、さあ、ここで裏タックのが1ゲージ溜まる。なんか飛び道具の避け方が新しめですね。さっきからスタイリッシュなこと多いですね。ここはちょっと草薙が苦しいか。1本ゲージ入ったらまだ1本溜まっている。感覚っていうのも変ですけど、よく切れない、割れる。
MP の使い方本当うまいですよね。あれね、普通の人がやるとね、苦し紛れに打ってるようにしか見えないんですけどね、はい、ここまでうまくいってるのを見るとね、もうお茶さんがちょっと確実に当たる的な懐かしい。さあここで中堅出てくるのはシンコさん。あーそうですね、バクステのたびに弾の構えなんですよ。これ飛んで飛んでっていう、あそこで飛んできたら俺の場合思考圏打ってるんですけど、なるほど、ちゃんとそういうところで吐かないからこうやってゲージが溜まるんですね。羨ましい、うちみたいな貧乏状態とは違います。すごいなんか YD さんがぐしぐしと浦田くまスマンを申しておりますか。さあここでシンコ風船残り1割ちょっと、ガードゲージもピカピカしてきた。ここはしっかり、そうですね、とどめじゃん。はい、我が社も今のは、はい、多分打ったんじゃないかな。わかりました、ありがとうございます。そうね俺は、うん、思考圏だったと思うけど死にますね、どっちでも死にました。とりあえずなんか YD さんがぐちぐち言ってる中で出てきたギルバートさんは大将ネームレス。ゲージがちょっと、ゲージ状況が厳しいか。これは村田くんは結構ほぼ体力万端っていうのが厳しそうですが、ここは投げていく。画面端継続させて、おお D、 おっとここは D で逃がして使う、使っていく。バーサスへようこそ。あウェルカム、半角です。はい、下 A で半角ですが、まあいいでしょう、人間だもの、人間だもの、なるほど。さあここで時間は残り15秒。なんかあれですね、俺はお茶さんのファンだけど、なんか疾風脚打つの見ると、なんかなんだこの勝手な野郎がみたいに思うよね。厚かましい、ほんとしっかりしている。これはすごいですね、金とかお色気とかいろいろ必要なわけだね。そうですね、おすすめしていけばいいんじゃないかなと思います。がここで 2P 入るのがレギュさん。お茶さんってでもあの紅白そんなにいっぱい出てないから、そうですね、あのどうなんだろう、参考になるような動画とか残ってんのかな。俺知らないんだけど、あでもなんかあの埼玉のビッグワンで多分動画がこのキャラで出てるか分かんないですけど、なるほど、ちょこちょこ上がってた気はしますけどね。はい、画面端、おお、すげえ、中ジャンプ、おっとここはダメージ取っていく。画面端だよ、画面端だから別に俺とかお茶さんとか関係ないよ。なるほどね、すげえな、お茶さんめげずにまだしゃがい打ってたわ。さあこんな実況中でも自分の存在をさりげなくアピールしていく YD さん。数少ないよ、初手たくま仲間じゃないか。うまい、しっかり対空で落とす。おっさん出れない、画面端だが読み合ったテスト、ここはめぐらない、割れる、よくご存知だよ。だがおかしいぞ、ライフはほぼ五分に。これは避けきれなかった。でも割り込みとかすごいしっかりしてた。あの元気なんて分けないでいいからライフ分けてくれ。なるほどね、一個でいい、まあ、ここで待て、あとたまに2発ぐらいなら食らってもいいから、ちょっと、あ、惜しい、カウンターは痛いぞ。あーもっと、そう、おいしい半角はない。ただお茶さんの裏高いい位置だな。おうまい、あそこでさらにキャリバーまで仕込んであったら完璧。ここでレオナ対決、珍しい、これはお互いに走り込んでいった。この同キャラもなんともほら、はい、あのジャンプが割と緩いから、はい、あの本人いたって V スラッシュされやすい的な。あ、なるほど、そういうことなんですね。ここはゲージ1本入っていく。いや、どうやってダメージ取るのって言って、はい、安直な人だと、はい、まあ、俺のことだけど暴走ですわ、そこで暴走ですわ。いや、それは次に YD さんが実践すればいいんじゃないですかね。ここで暴走ですわ、これがレオナやっていう感じでやってくれたらみんな盛り上がるんじゃないですかね。いや騙されない。なるほど、これは苦しい、固められて殺されてしまう。レオナ対ウラタク自体もね、実はちょっとやりづらいんですよ、ちょっとちょっとだけ、うん、でもまあ弾が機能しやすくて、これはちょっと遅かったか。レオナのグラセの有利不利、確かマイナス2とかじゃなかったかな、 D で打って。あ、そうなんですか、うん、有利だったかな、ちょっと曖昧、プラスだっけか、プラス2、ごめんごめん、なんかそういう数字、うん、それぐらい、うん、はいはいはい、そうですね。さあここで結構かすみが追い詰められていて、これ新潟に旅立った昔神と呼ばれた男がレオナユーリとか言ってたんですけどね。あ、なるほど、
どうなんだろうね。浦田くん、お嬢さん暴走しないよね。うわ、マックス版で仕留めに行く。強い。さあ、ここで 2P が入るのはムエタイ仮面さんでございます。ムエタイ仮面さん、なんかすごい今暴言を吐かれた気がしたんですが。え、何が？なんかすごい語尾が荒かった気がしたんですけど。暴言？俺が？あ、違いましたか。お前入ってない、入ってない。なんか語尾が荒かったなっていう感じが。さて、ここでムエタイ仮面さんはウラシェル女王パオ。今何連勝なんだろう。何連勝ですかね。もう、あ、書いてない、数えきれないほど連勝してるそうです。さあ、画面上に追い詰められて、ここ頭がきついぞ。ああ、あれ6フレーだから、あれしかパクらない位置もあるか。確かに。ここはビビルカッターフリックを応戦していく。好きだなその技。いや、あれなんかじゃあ立ち見って対空じゃないはずに、なんかすげえ当たってる感じが。うん、これ基本的にはノーゲージ同士でスタートしたら不利だと思うんだけどね。そうですね、ノーゲージ同士だったら。ああ、ほらほらほら、みんな近くなったら C 押すんだよ、はい、俺だけじゃないんだよ。せいかの YD さんはまだワンライフ、まだっていうかワンライフ残ってますね。そうですね、昔いた偉い人から習った、はい、まだ早いを実践中なので。あ、なるほど。まあ、どこの偉い人かわかりませんか。ここは女王が出てくる中堅。ゲージあるから別に正直これランブとかで割り込んでもいいんですけどね。なるほど。こういうところで使わないのがなんとも。おお。ゲージを終わったんだ。おお、素晴らしい連携。ピンディの有利使って当たってたら立ち合いからスラで、はい、前転されてたら裏に向かって。素晴らしいですね。つまり前転して中央に戻してもらうのが正解と言えなくもないですね。なるほど、まあ、体力が多い時は、まあ、ライフあればね、はい、ここはゲージを使っていく。バクハリ。さあ、画面端レオナが一気に体力が3分の1以下になった。4分の1か、4分の1、うん、さあゲージマックスになって内職する意味もなくなった。あとは行くのみ。ああ、それは苦しい。さあ、なんかジョーが活躍しておりますが、あ、でもあれですよ、俺がファンになったお茶さんこんなもんじゃないから。あ、なるほどね。さあ、ジャンプフットが当たって、ああ、ここは2段しっかりしていく。はい、攻め系取って繋がらないが、しかもなぜかコンボカットするが、まあまあ何かしらの考えがあったんじゃないですかね。そうだね、俺には分からない何かが、はい、さあ、でもここはパーフェクトで取り返して最終対決。コーナーも大変ゲージあるなぁ、潤沢ですね。ただ、ここは危ないか。うわぁ、あ、うはぁなんかすごい、なんか見てて、あ、あっぱれ、あっぱれ、あっぱれ、すごいね、ワイディさんがね、うるさいんだ、本当にうざいって言うな。届くか、やっぱり今日は。まあ、そりゃそうですよね。3本 ?1 本。さあ、ここでどうする？ライフ押し戻して、パオは？どうせ目上げれる。あ、生発動。あ、ここはマックス様だから抜けてしまった。ここはハーキャン入って。勝つ、まだあるぞ。勝つ、まだあるぞ。あー、だー。なんか YD さんいつ出るんだよって。俺ですか、覚えてますか皆さん、このセリフを。まだ早い、はい、あ、なるほどね。そうやって逃げていくスタイルで。そうですね、これは裏切りではない、知略だ。はい、とりあえずウルマエタイ仮面さんはキャラ変わらず、順番変わらず、はあ、今流行りの裏タクマで初手対決は裏タクマ最上位ですね。なんかあの綺麗な裏タクマの後に裏タクマをまた同じ色で使うというこの感じがすごいですね。私は絶対できないです、ね、あ、なんかいろいろ盛り上がってるぞ。おっと、レシピが違う。なんか面白いものが出てるけど、
打ち続ける。おまさかのノーリスク。今の面白かった。そんな高さが苦しいぞ。これはゲージがただ1本溜まる。どうする？おお走り込んでいく。パック捨てにスライディング。さあここでコックマニアさんが体からカバンを外しやる気十分といった感じですが、プロテクターを外して身軽になって、はい、出てくるメイリーなし。わあこのメイリーとか言って、まあ、シャアが使っても弱いと評判の。どこで評判なの？あうちの島じゃ有名なんですよ。おーつまいだ。やばいって言うの遅いよ。しっかりゲージを吐いていく。体力はほぼ五分状態。ここで一発食らって、どうすんだ。いい距離取りますね。ここはライトニング割っていく。ここは金銀が出なかったか。なんだかもう自分勝手のマイドリするな二人して。おいろいろゴタゴタしてましたね。そうね、まあ、こんな組み合わせ慣れてる人いないからね。まあでしょうね。慣れられても困りますけど。そうね。どこでやったの。さてこれはメイリーが挽回できるか。挽回、いや、なんでもないです。なんですか。なんでも、あマイナス7だっけ9だっけ、それぐらい遠心マイナス9ですね。でもまあ持続で当たればもっと少なくはなると思うんですけどね。あれ親しい打倒させた時出た時のがっかり感じ。まあね。さてそんなメイリーがダメなのよ。それしゃがみだからここは、はい、しっかり殺していく。今みたいに画面端から入れ替わってしびれなさい打つところで、はい、あの背向けだったり正面だったり近すぎたりして気になってたんで全部調べたんですけど、あのテリーがね、画面端のテリーのしゃがみに打つとね、なぜか空振りするとかね、あんな雑魚高いのに。謎ですね。ほんと謎。あ、さっきも見たよ、そのライオン犬的な何か。おっと、うまいが。フルコントロール。画面端に追いつかれて、堅実に、上り、はい、ダイナー。ゲージを3本吐いていって、しっかりダメージを取る。はい、ライトニング。あ、おいけー。おお。さあここでコフマニアさんは上着すらも外す、ね、あまあパオはね。なるほど4本でしたか、失礼しました。はい。でも自分でつけたわけではなくつけられてしまったと。ガンマシをしすぎてつけられたニックネーム。なかなかなんか不名誉なんだか何なんだか。さあでもキャラはしっかりガチガチ。マイコショウさんクーラー系ダッシュネームです。ひなこ、ほんとここはコフマニアさん、ひなこを入れてきて裏タクを大将に回す。さあこれはひなこ対クーラ対決。これはひなこがちょっと苦しそうですね、キャラ的に。うわー美味しい当たり方。しっかり画面端ゲヘダンからコンボを刺していく。プロいますよ。あーここはしょうがない、食らうしかない。おー、なるほどなるほど。通りは避けていく。はい、素晴らしい。それ常々思ってたんだけど、ね、コフマニ君、コフマニ君、あれ垂直じゃないとダメなの？俺の話を聞こう。さあコフマニアさんは全くお話を聞かない状態のまま試合が始まってしまいました。嫌われてんのかな。ワンチャンありますね。さて今日はあ、繋いだ、すごい発動っていうか、どうしたんだ。これは厳しいか、なす腕がないぞ。ケイダッシュ投げていく。おお、なるほど。なんか前故障という名前の割に前転走って追い込もうとしてましたけど、まあ前故障ではなかったじゃないですかね。だから小踏まにそれ垂直でないとダメ、そのジャンプ CD。 さて大将は斜めしいから、あ、ダメ。前故障さん、大将がネームレスが出てきましたね。ゲージがまだ2本溜まってない。おー高い。しっかり昇竜で打っていく。はい、あいや、使っていって、おー綺麗なコマンド。あっ、おっとバーサスへようこそ。ちょっと褒めたらすぐこれで。さあ一回でも捕まったら、おーすげー、しっかり繋げていく。立ち絵で挟んでいく。ちゃんと立ち絵ペルフォー。さあ後ろからあるよと声が飛んでいくが、出てくる。ここで暴力女かすみ
さーて、かすみ3ゲージありますからね。うわお、なんか嫌だね、これね。あー、これは出なかったか。うわー、しっかり。これは苦しい。あ、高い。なんかおしゃれな。重ね合って、死なない。1ゲージ残る。1ゲージはね、切ない、どうすんだ。あ、うまかったのに。 C で打っちゃった。いやまあね、ほんとかすみちゃんの足の強さを見せられた感じの。もうこれが歴史ですわ。この試合は大丈夫かな、なんとかなるかな。4ラウンド目までは OK。 はい、まあ多分ギリギリ間に合う。でも小ふまにのひなこが、はい、こんな感じで続けます、終わりまで。はい、ひなこが爆発したら、まあ、あれだけど3分もかかんないからね、うん。とりあえずこの試合終わってから延長していくが、なんかキャラが強いぞ。 OK、 ダッシュかすみネームです。ガッチガチや。あ、まあ普通、普通。お名前が名前がわからない。平成勢最強さん。平成勢なの、マジ。許せねえと、トンカツさんから一言。さあ、平成と昭和の戦いがここで生まれるか。なんか K ダッシュが、そう、ここで新勝利をパナしていく。中段当ててどうする。これタイプはもう一回だよな。いろいろヤチが、ヤチかって面白いな。ヤチではないですよ。さあ、ここへ出てくる中堅かすみちゃん。あと3分ジャスト。あー、うまい。そうですね、ここ決めていく。1本ゲージを払う。 CD じゃないとダメなんだっけ。そうなんですか。なんでひなこみたいなキャラに定性とかニフレの5番とかさ。まあしょうがないじゃないですかね。てか今さ、あのかすみちゃんの駒投げの音聞こえてたけどさ、めっちゃ怒られてましたよね。てか俺ちょっとぼんやり愚痴ってたら、はい、もう2ラウンド目終わってたんだけど。せやね。ひなこは1回行っちゃうとね、厳しいですからね。そうね。おっと、これはちょっと面白いものを見たぞ。さあ、あっと、ここはしっかり待っていた。がまた画面端へいらっしゃいませ。ひどい。ここは使っていこう。おっと、ちょっとらしくないな。しっかり1本を出していく。ここは殺したい。はい、え、激スパイ。ひどい。おー、すげえ。しゃがい。なんでナルト君が喜んでるんですか。なんかナルトさんがなんかすげえうなずいてんだけど、お猿のシンバルみたいに首がくびくしてたけど。それは面白い。